第3代、ラトランド公爵ジョン・マナーズの紋章第3代、ラトランド公爵ジョン・マナーズは、イギリスの貴族。1711年から1721年まで、グランビー公爵の儀礼称号を使用した。第2代、ラトランド公爵ジョン・マナーズとキャサリン・ラッセルの長男として、1696年10月21日に、生まれた。 1719年1月から1721年2月まで、ラトランド選挙区選出の庶民議員議員を務めた。1722年11月13日に、ガーター勲章を授与され、1727年7月17日に、数密顧問官に任命された。1721年から死去まで、レスターシア党官を、 1721年から1727年まで、新出自住を、1727年から1736年まで、ランカスター工業大臣を、1754年から1761年まで、王室家政長官を、1761年から1766年まで、締め頭を務めた。また、1739年に創設された。 ステゴ養育院の初代総裁の一人だった。米国バーモント州ラトランドは第三代ラトランド公爵にちなんで名付けられた。第三代ラトランド公爵は1742年により美術品を購入し始め、以降20年間ロンドンの美術品オークションで絵画を購入し、代理人を通じて他のオークションで買い入れをしたり、ディーラーを通じて購入したりした。また、 1721年に父である第二代公爵から家族コレクションを継承した。小さな絵画を好んだため、絵画購入に費やした金額はより高価な、大型絵画の収集家より少なかった。そのため、ジョシュア・レノルズのパトロンである孫第四代、ラトランド公爵よりも出費が少なかった。それでも、ラファエロ・サンティ、ティツィアーノ・ベチェッィオ、ヤコポ・バッサーのパオロ・ベロネーゼ、 グイドレーニなどヨーロッパにおける主な画家の小型作品を多く購入した。絵画購入に少なくとも3210ポンドを追やし、同時期にロンドンのタウンハウス建設の出費である4432ポンドと比較することができる。しかし、第3代、ラトランド公爵は1758年から1759年にかけて絵画を200点売却した。 1779年5月29日に死去。長男が、すでに死去していたため孫チャールズが、ラトランド公爵の爵位を継承した。1717 17年8月27日、第二代レクシントン男爵ロバート・サットンの娘で、相続人のブリジットと結婚した。二人は五男六女を設けたが、うち八人が溶接した。愛人エリザベス・ドレイクとの間で、諸子二人を設けた。 ありがとうございます。